国オです。ハロードリ2回目拝見しまして、早速ですけども、もう解説動画を上げてしまおうということに至っております。えっ、ー、と、これ、だだだと僕もメモしながら見てたんで、少しそう確認しながらあー補足してお届けしますね。お付き合いいただけたら幸いです。あと、ハロードリ見てない人も、これを見るとちょっと理解が深まるような気がします。で、もう見た人は、ああ、そうだねとかそうじゃねえんだよ、ね。<laughs> そんなこと言いながら、やっていこう。 行きましょうでこの花「花踊り」おっしゃっていることが全てだとすれば3月の15日の12時33分からおそらく17時ぐらいまでの物語これで全てが収まってると思います。で亀シオンちゃんっていうね子がねいきなりなんか本編中泣き出すムードなんですけどこれはなな先輩圧なのかなんだかよくわかんないんですけど、まあ、そういうスタートでした。ねであ これ何回かなとか思いながら見てましたけどで、あと「平山由紀ちゃん」これがね遅刻をさらされるんですよす,すげえあの懐かしのスタートって言うんですかあのマイナス面になりうるものから入ってく感じで遅刻さらされて電車を乗り間違えたらしいとかそんな感じなんですけどそどうでもいい理由ですよね <laughs> そういうところから入ってるそれがいいなとあとまあ顔が太田遥に似てるから許してやれと。 そういういことでございいいいいまます、ね、ちょっとと今のいらないねそういうことで、えー、と思いましたで、まあ、遅刻どうこうその涙とか始まって、えっと、フォーメーション確認あの本番のフォーメーション確認と投資リハーサルに入っていくんですねでここが俺これ計算だったらこいついいなと思ったやつなんですけど西村かりんねこの子ね一人だけ白 T シャツ黒スウェットなんですよ。 周りみんななんかハロープロジェクトとか書いた支給されてそうな T シャツ着てんのにナイキなんですよね一人だけねこれ忘れたんだったらまあまあしょうがないけど美味しいっすよね俺これわざとやってる方の方が才能あると思うなんかわざと忘れてくれたとかそ,そういう方がねお俺がチェックしちゃってるからこういうやつ結構いるんですよだからこの子 ももしかしかかたら才能あるかもって感じで,すであと軽いインタビューのところで俺ねこれ中山夏目って俺昔から好きなんですよ。でジュースジュース宮崎ゆか抜けた時に夏目入ったらいいんじゃないかなと思ってたの。で理由は2つで1つは普通に上村とかが可愛がってたってのがあってもう1つは石川県出身なんですよ。だけどまあこれは後でも言うけど。 技術面が少しジュースだったら少しっていうか3段4段足りないかもねだからまあ仕方ないでも上村的な感じで入っていったら伸びるっていうところあるかもしれないなと思ったんだけど、まあ、研修生の構造とか考えたらそれがいい影響じゃないっていう判断だったのかななんてことも考えながら見てましたで夏目声が小さいとにかくねでタメナガシオンも あの小さいんだけどこと答えてる言葉としては最大限評価されるように頑張るみたいなことを言ってて夏目はそんな残んないこと言ってるんですよねかこの辺は彼女の課題だろうし、うん、時期もねかなり長い間研修生やっているから、うん、なんか意識もう少し緊張感持ってやったらいいのかななんて思いましたもう応援してる意見としてですそんなこと感じました。で平本瑠璃 この子のね、目ビーム的なのは面白かったですねあ。あれやれば、こんなことやれば、絵で使ってくれるじゃないですか。だかこれも彼女分かっててやってたらすごいです。じゃれ合いの中のいつも通りのだとしても、空気作る能力はあるし、そういうとこ気になりました。いいなと思いました。で、何より米村キララですね。米村キララのこのボス感。あもうたとあ、たと圧倒的に差がある。 場を制してるっていうんですかねそういう感じしました場を制せるやつあんまりね過去にいないからまあ宮本佳林であったり浜浦綾乃であったりとかっていう DNA 一番継承してるのはまあ、今の時代にあったという形なのか分かりませんけども僕は4年ぐらい嫌いだとずいぶん前から思っていますもう彼女素晴らしいですそこを思いました で石栗も隣でトークしてんだけどそこは常にやっぱり様子見なんですよね。キララの力を知ってるからってことだと思うんですけどこの辺も石栗のポジション取りって面白いんですよ。そこすごく分かりました。で続いて、えっとね、このあとね全力で日光をやるんですこのみんなで揃ってあ,あれがねなんか僕はもう見ていてこのよ良いムード良いムードであることが伝わってきた。緊張感の中にもああいう アイドルとととはは何何なななんんだだろろううハロロプみたいなことしっかり意識して共有してるっていうところが見れたからなんか僕はもうこ,これで実は、OK、なんですよ他の技術とかいろいろ言いたいけどそんなこともみんな分かってくからねうんでそんなこと思いましたさあそれでこの4時33分あたりから本編に入るわけですね ここちょっと注目してみたんですけど、カメラ、カメラワークということですよ。カメラ何台入ってんのおそらく5台入ってると思います。1台がセンター定点。で、左右に定点、少し動きながらもなんですけども、アップ取れるようなカメラ2台ありましたね。で、あと上の方から、センターの上の方から全体通せられるのが1点。そして、右下からですか、ちょっと煽り気味。あの、下からこう煽りり、ヌーベルバーグの映画みたいな、この画面からこう撮るみたいな。 そういうい視点のあ映画画面からすれば地面からかそう,そういう映画じゃねえや画像が撮ってるのが5多分5台あると思いますセンターのやつを2台でこう動かしてるってことはちょっと考えづらいかなと思いましたで5台のカメラある中でカメラ目線で指摘させてるのはセンターの水平のやつ1枚だと思うで左右のやつは目線が大体メンバー行ってないから偶然行っちゃってるやつはいるけど なんかそういういい感じだと思いましたもしかしたらランプがこうついて目線あの今ついてるとここっちだよって言ってるかもしれないけどね、うん、でもそう大筋この感じでいいと思います。で43度、まあ、3曲歌いますから1曲目の43度いきましょう43度の時に全員が歌ってるシーンっていうところがまあまああるっちゃあるんだけど声とかをもうちょっと抜き出してくれるような振りが多くてもよかったかなと思いました。 なんか大雑把に雑にこう言ってる感じででも研修生のもしあの普通の発表会とかがあったらああいう感じだよなと思ったんですけどカメラ的にはこの人数だと台数の割に見にくいかなというようなあのジュースの時のあれよりは3月の31日だっけ4月1日かあれ4月1日の時よりはあの見やすかったですけどまあこれやめましょうそんなこと思いました。 でク,ラインね、クラインは入れ替えがありますね人数半分ずつにしてでこの時のやっぱりねキララが別格なのよでこのキララ別格を見てしまってでの意見で聞いてほしいんですけど石栗りですよねやっぱりこう語りたいところっていうのは石栗りいいんですけどこれですあの注目してるから言いますね硬いんですよで石栗の硬さって かといってじゃあダメかって言ったらダメじゃないんだけどこのままだと与えて何て言うかな理由はもう2ついきましょうか1つはアップテンポのスピード感を要するものだったらあのあおりっていうか最初にはじ最初に掴んじゃって後の動きで揺らしていくっていうのもいいんだと思いますでも彼女バラードになった時にや柔らかい動きっていうのがまだちょっと身についてないもしかしたらそれほど。 やり込んでないそういうことでね柔らかさのところが少し課題に残るまずここ一つだと思います課題が上に柔らかさということですねでもう一つはあちょっと後にそこは褒められたりもしてるんですけどあの自分がやるところが目を一つってところに見ててこれあのソロだったらいいんですよでも多分彼女はソロでじゃなくてグループアイドルの中に出てくると思うからしかもドセンターならまだあれでもいいけど。 グループアイドルの中でドセンターかどうかまだわからないですよね。こうするとチームプレイのところで少し浮くんです。チームプレイという動きっていうのがあんまり見れないとこある。石栗みんな評価してるのわかるんだけど、ちょっとレベルが高いところで話しようと思ったらこういうとこ気になったって話です。まあ僕はあ石栗全然好きですから安心してください。じゃあそんなところね。で、この続きここいっぱいあったんだよな。で うーんあそうそう石繰りもうちょっと行こう書いといて自分で忘れちゃったで研修生まだなぜ研修生なのかっていうふうなことを考えたらその先ほどの理由っていうのがあると思うんだけどこれヒントにしたらいいのはと後期のナッキーなんすよナッキーもすごく硬いのだけどナッキーって柔らかさが持ってて柔らかさ出身の硬さみたいな感じなんですよね でも逆もできると思うから硬い出身の柔らかいも挑戦してみたらいいんじゃないかな2014年以降のナッキー2017年まで入れていいけどその辺のナッキー見たらとってもいいと思うあと「悲しきヘブン」の時のバックの踊りとかねああいうところを参考にしたらいいかなってこ,この言葉が届くわけじゃないだろうからあれだけどそんなこと思って見てましたって話ですじゃあ続けましょう「愛やらばい層つね こ,この,この3曲だったんですねでこれねソロ回ししてるソロ回しとか2人ずつ1人ずつ2人かに最後最後じゃない中盤ごめん中盤の2人のところで気になっちゃったのは山田いちごと中山夏目なんだよね。でどうしても力が落ちるのさキララスタートなんだけどこの曲。で変なところに力入ってんのかなとか見てるけどもそうでもないし。 で、真のところで出してない声でもないんだけど、なんか定位置がないっていうのかな。ここもったいない。うん、あキャリアもあるのに、うん、いい先輩も見てるのに、ね、ここ難しいんでしょうね、でもね。うん、そんなことを思いましたよ。ね、で、あと、広本瑠璃。これまあ、でもう一回話すんですけど。 この子があの恋は時に苦しいっていう時の表情が本当に苦しそうで印象に残りましたでそ,れそれで目立っていくのがいいかどうかは分かりませんけど印象に残りましたそれは本人努力したんでしょうであとは松原ユリや見ると何て言うのなんだかわかんないけど安心するなと思いましたね <laughs> うんあなんだろうねなんか謎安心感がもうすでにあるあゆりやあゆりが来てくれた ユリア着もう大きな技術とかじゃなくて着々とやってくれるやんそれでいいっす。ね、であとはこ,れここは個人的な主観になると思うんですけどリズムも含めて個性っていうのがなんとなく北原桃ここがねあのちょっと刺さるというか残るというかそういうとこあります前に出てなくても後ろのシーンとかでそういうとこ見えるからこの子グループアイドルの中では生きるでしょうねそんなこと思いました。 ねであとはもう喋りとかそういうこと考えるとね裏,裏とかバ,ーバックステージかとか考えたらいろいろ言いたいことあるんだけどなんか山田一子が初期桑田みたいにちょっとなんかブツブツ言ってるシーンとか撮られてみたりこれおいしいって捉えるやり方もあるしねって斎藤まどかねこれ晒されてたけど1回目の時にでもいいパートもらってますよ。だからこれはミツバチ指導 が入ったっていうのはまあ見込みあり期待があるお叱りだったんだなっていうことがわかる気がしますなのでもう準備段階あいわゆる研修生っていうのは準備段階だと例えますとその最終章のところに来てるんだろうなっていうようなイメージになってますでも三橋さんの言いたいこともわかるで、こっからですよ面白いところ、うん、あの四天王なんて先週表現しましたけど ね、ここ四人先輩連中4人モーニング2人椿2人ですよねが研修生に一言ずつ言ってくるんですよ。ここ面白かったですで4人とも個性が違いました。簡単に言いますとキキちゃんがすごく1人目の MCMC MC というか助言なんですけどすごく頑張ってるの伝わってよかったみたいな超ポジティブな形で入るんです。でキキちゃんが言うこととによっててて先方ししは性格そして 皆さん気持ちが一回穏やかになるからニュートラルで緊張感ほぐれて次の先輩の言うこと聞くことできますよねそれができていたまずそばききちゃんにスタートそしてきしもんが号泣スタートできしもんこれ意図としてないだろうけどうんこういうリアル急にリアルで表現してくれるってところでうまくできてますね順番も含めてそれでまあ言葉は重いです なんか自分の研修生時代のことを当然思い出したそういうことだと思いますけどまあこれは岸門いいとこ、うん、いい表現したなっていう感じまあリアルだったんだろうけどねまあそしてここですよクリーンアップに入ってきますよ失礼えー、っとクリーンアップに入ってくる小田桜3回目3人目小田桜がね こう間違えたんごめカエディが入ってきてちょっと今リモコン落としちゃったから <laughs> 心配してんだ、えっと、カエディが入ってきて笑顔で歌うことを指摘すするんですねで。これはなぜかカエディ自分に自身に言っているようなそんな気がした本人も研修期間長かったしまあ自分自身で思うところもあって 研修時代の子たちになんかともすれば一番説得力ある声言葉だったような気がするなであと石栗のカメラ目線の目力ここが良かったよってちゃんと指摘しててねそこもなんかカエディが石栗っていうのはいいいいアドバイスのバランスですねこれで周りの研修生の子たちも意味は分かる勘の鋭いやつは分かるっちゃ分かると思いますそんなこと思いましたあとごめんなさいね4番小田桜 で桜はねこのミツバチ的というかあの一番ともすれば厳しいこと言ってんですけどこれ愛がある厳しい発言だったと思いますよ、まあ、昔ながらの懐かしい教師感でくら自身が言えば説得力があることを本人が分かってると思いますこれどうなんでしょうねあの役割振って言ってたんですかねそれとも偶然に言ったんですかねすごくよくできてる、うん、なんか 感心とか偉そうっすけどそういう感心したみたいな感じです。で福ちゃんね福ちゃん5番って。でこれはハロータ的な目線で言ってるのがいいなと思っててさっき言いました広本瑠璃ちゃんを評価してる。で広本瑠璃ちゃんやっぱり表情 笑顔のことを言ってたことがあかんないけど苦しい時もその喜怒哀楽を入れていく歌詞の世界に喜怒哀楽があればそこを入れていくっていうのを頑張ってた感じかなっていうような印象でしたなのでまあこの辺ちゃんと捉えてる先輩がいるってうのもすごくいいっすよねうんなんかいいの見ちゃったなって感じしましたまあまあさすがっすねでまあこの番組ねこの後ずっとファイナルに入ってくるんだけど 何ももしなくても、まあ、まとめに入りますけど何もしなくても可愛かったのは小野田かりんとかハロータ的には可愛いジャンルの子そういうふうに思いますあとはね米村キララの最後のインタビューとかも見てるとなんてつうんですかな,なんかオ,リオリンピック目指してる選手のアスリート感みたいなの出ちゃってんですよもう,もうなんかキララだけなんかに違うブランドいる感じあれすごいっすよ、うん、いいねキララいい そういういこと思いましたでまあここは最後まあ無観客ライブの舞台裏を明らかにするっていうのを来週やるっていうことなんですね今回のこの一連の。でそこでさくらが大指導してる映像みたいなのあったんですけどこれ小田さくらがなんかいい味出していく番組になるんだったら面白いんじゃないかなってより面白いんじゃないかなって思えますね。 現役メンバーが入ってくるのいいいんじゃないですかねあんまり過去にこのハロプロ研修生でなんか現役が指導しながらみたいなの見たことないからなんかいいと思う他のグループのメンバーが入ってみたらどうなるかも興味湧きましたでそんな形でまあこのね、うん、最後の最後でキララと石栗がなんかちょっとやり取りしてるシーンで終わるんですけどあの空気感見るとこの2人は同じグループで。 新しいグループとかでやってほしいななんてことが思いそれが現実的なんじゃないかなまで想像しましたさあこの動画もここで終了にしましょうまあ「ハロードリ」で今まで僕が最近見てきた中では一番面白い番組になっていると思いますまあ理由はもう今挙げたところなので、えー、おのおの その辺の面白さ、感覚ってあるでしょうで、感覚ってあるでしょうから、コメント欄とかでディスカッションとかしていきながら、来週迎えられればと思っております。なので、ちょっと、ハロドリは毎週注目だぞということで、この紹介動画終わりたいと思います。ではまた会いましょう。あ夜遅く、もしね、ツイッターとかで僕ツイートして、やるぞって言ったから、待って付き合ってくれた方々、ありがとうございます。引き続き、もしよろしければ、国のチャンネル、頑張ってやってください。ありがとうございました。おやすみなさい。